親族が顔を合わせる機会も多い夏休み。この機会を利用し、高齢者と孫がその電話、詐欺かも見守りカードを使って合言葉を決めるなど、特殊詐欺防止の対策を学びました。道内では今年に入ってから6月末までに152件の特殊詐欺事件が発生していて、被害額はおよそ6億3680万に上ります。 特に急増しているのがカンプ金詐欺やオレオレ詐欺などで、きっかけは高齢者世帯の固定電話への電話です。同型は詐欺電話が来たらシャープ9110ですぐに警察に連絡するよう呼びかけています。